広湾の防波堤は1929年に建設された。後方に広の町、左側にリリュオカラニ公園とバニアン通りがある。小さな半島と小さな島ココナツ島が見え、広港はさらに左だがこの写真では見えない。広湾はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島の東海岸にある湾で、広の町はこの湾に面している。ハワイの近代の町広は、 広湾を見下ろし、経緯度は、北緯19度44分10秒、整形155度4分37秒、北緯19.73611度、整形155.07694度、19.73611-155.07694である。湾の北は、マウナケア山の斜面にある、浜桑地域の海岸で、湾の南は、マウナロア山の斜面にある、 フナ地区に属する。湾のすぐ内陸の地域は広地区であり、そこは南、北広に分かれている。広のダウンタウンはこの湾に面しており、近くの湾の端にあるリリュウオカラニ公園にはバニヤアン通りが通っている。広湾に面した村の古代ハワイ語の名前はワイヤケアといった。英国海軍ブロンド号のチャールズ・ロバート・マルデンによって1825年に、 初期調査がされた後、ジョージ・バイロン船長の名を取って、バイロンズベイと呼ばれるようになり、湾の東側にあるサンゴ礁はブロンドリーフと呼ばれている。湾を横切る最初の防波堤はデルバート・メッカーとの契約の下1908年に最初に建設された。これは1911年に延長されて、1929年に完成し、 ヒロコウはこの突堤に囲まれた採用にある。小さな島モクオラは現在ココナツ島と呼ばれていて古代には癒しが行われた場所であった。1946年津波はヒロワンから逃れて内陸に向かって走る人々ヒロワンはアメリカの津波の首都と呼ばれることもある。ワンの地形はチリやアリューシャン列島などの地震が活発な地域からの津波をヒロに引き起こしている。 1946年4月1日、1946年アリューシャン地震による津波により、広湾で96人が亡くなっている。1960年5月23日、チリで発生した1960年バルディビア地震に起因する津波により、広で61人が亡くなっている。2010年2月27日のチリ地震の後、 広湾で太平洋津波警報センターのサイレンが鳴り、避難指示が出されたったので、怪我人はいなかったため、このセンターの有効性が示された。ありがとうございます。